この1年も新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいました亡くなられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに家族、友人など大切な方を亡くされた多くの方に心からお見舞いを申し上げます感染症の影響により仕事を失ったり苦しい生活状況に陥る人 孤立を深める人も多く、心が痛みます。医療従事者の皆さんは自らの感染の脅威にさらされながら強い使命感を持って昼夜を問わず最前線で患者さんの命を救うための尽力をされています。また、た罹患した人々を適切に 医療現場につなぐべく同様に尽力されている救急隊や保健所などの関係機関の皆さんのご苦労もいかばかりかと思いますそしてこのコロナの状況下で支援を必要としているお年寄りや障害のある方生活に困窮している方や生活困窮世帯の子どもたちなど 社会的に弱い立場にある人々を支え、その命と暮らしを守るために力を尽くされている方が多くいることや、エッセンシャルワーカーの皆さんが、多くの人の日々の生活を支えていてくれることもありがたく思っています。これら多くの方々に、 心からの感謝の気持ちを伝えたいと思います。長引く感染症の感染拡大への対策を継続することは大きな努力を要します。親しい人との直接的な接触を避け、暮らしの隅々,にでも隅々にも注意を払うよう、自らのできる範囲で感染の拡大防止に努めている人も多くいると思います。 こうししたたた国民のの皆さん、一人一人人努力を深くたといたします。長く困難な状況が続いておりますが、今しばらく、誰もがお互いを思いやりながら、痛みを分かち合い、支え合う努力を続けることにより、この厳しい現状を忍耐強く、 乗り越えていくことができるものと固く信じております昨年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開かれました新型コロナウイルス感染症の感染拡大という困難な状況の中での開催となりましたが大会を無事に終えることを可能にした運営スタッフ・ボランティア 医療従事者警備担当者など多くの関係者の尽力に敬意を表したいと思います私たちもそうでしたが参加した選手一人一人が力を尽くして競技に臨む姿から新たな希望と勇気を見出された方も少なくなかったのではないかと思います また、参加国の選手同士がお互いの健闘を讃え合う姿や、例えば、女子バスケットボールの表彰式の後で、日米仏、参加国の選手全員が自然に入り混じって、記念撮影に臨む姿など、国境を越えた選手同士の交流が各所で見られたことにも感慨を覚えました。 この度の北京でのオリンピック冬季オリンピックでも選手同士の心温まる交流を目にしましたがそのような光景を見ながら私は50年前の札幌冬季オリンピックでの70メートル級スキージャンプで金メダルを取った笠谷幸雄選手の健闘をたたえて笠谷選手を肩車した。 ノルルルウェーののインゴルフ・モルク選手の姿を懐かしししく思い出しました国と国との間ではさまざまな緊張関係が今も存在しますが人と人との交流が国や地域の境界を越えてお互いを認め合う平和な世界につながってほしいと願っております。 昨年も現在、人類が直面する最大の課題の一つとして、気候変動問題に関心が集まりました。その解決に向けては、国、企業、研究機関、一般の人々など、幅広い関係者が手を携えて、脱炭素社会の実現に取り組まなければなりません。そのことは、 時として乗り越え難い壁のようにも見えますが、近年においても、我々はこのような課題に挑戦してきました。例えば、平成初期には、地表に降り降り注ぐ紫外線を増加させるオゾン層の破壊が、地球環境問題として真っ先に 挙げられる課題でしたが数十年に及ぶ国際的な連携協力やその下でのフロン回収技術等の企業の技術革新消費者の理解と協力などにより早い地域では2030年代にはオゾン層が1980年の水準にまで 回復するとの見通しを国連の専門機関が示すほど状況が改善していると聞きます。このオゾン層の回復は地球規模で対策に臨んだ環境問題の改善の好事例として気候変動対策に向けた努力が始まりつつある中で勇気を与えてくれるものです。 そのような中で、昨年、真鍋淑郎博士が温暖化予測にも用いられた気候モデルの開発を評価され、ノーベル物理学賞を受賞されたことを喜ばしく思います。こうしたこれまでに蓄積してきた知見も十分に生かしながら、各国、地域の関係者が、 関係者や一般の人々が協力して対策を進めるべく努力を続けることで気候変動問題が改善していくことを心から願っています東日本大震災の発生からまもなく11年を迎えますこの震災により2万人を超える 数多くの方が亡くなったり、行方不明になったりしたことは、今思い出しても深く心が痛みます。その後の復興の過程で、人々の生活や産業を支える社会基盤の整備等は進んだものの、精神的なサポートを必要とする人が、近年になってむしろ増えていると伺うなど、 本当の意味での復興は、まだ道半ばにあるものと思います。私は政子とともに、引き続き被災地に心を寄せていくつもりです。思い返せば、東日本大震災直後には、現地に駆けつけたボランティアに、多くの被災者が勇気づけられたものと思います。 海外の多くの国々からも支援物資等が届けられ、ボランティアが被災地に駆けつけてくれました。先月の海底火山の噴火による被害が伝えられるトンガの皆さんからも、その時、さまざまな支援をいただいたことは記憶に新しいところです。その時のの時感謝の気持ちは、 今なお色あせるものではありませんここに改めてこの度のトンガの噴火により被災された方々に心からのお見舞いをお伝えいたします東日本大震災の発生と同じ平成23年トルコで起きた震災に日本から支援活動のために思い赴いていた 宮崎敦さんががによりり残念ななら現地で亡くなりました舗装道路などのインフラも十分でない被災地において見ず知らずのトルコの人々のために力を尽くし亡くなったとして当時のギュル大統領はトルコ国民の心を動かす献身的な活動をした宮崎さんを いつまでも忘れないと上皇陛下に親書を送られましたそして以後トルコの各地で宮崎さんの名を冠した公演や学校が開設されているとの報道に昨年接したこともトルコの人々の温かい気持ちとともに印象に残りました災害により 困難な状況に陥った人々を助けようと尽力する災害ボランティアの精神は誠に尊いものです日本の多くの人々が国内外で災害ボランティア活動に従事してくれていることに敬意を表したいと思います我が国では今後いくつかの大きな 地震の発生が予測されていますまた近年大きな被害をもたらす豪雨災害等が頻発しており気候変動の影響により今後気象災害のリスクは一層高まると言われており発災時に多くの人が助けを必要とする場面はより多くなると予想されます。 そのため私たち一人一人が防災や減災の意識を高め災害に対して自らの備えをするとともにどこかで災害が起きたときには一人一人が自らのできる範囲で被災した人々に寄り添いその助けとなるべく行動できるような 社会であってほしいいと願います新型コロナウイルス感染症の影響により国民の皆さんと広く直接触れ合うことが難しくなっていることを私もさ子も残念に思っていますそれでもオンラインにより昨年3月4月に東日本大震災 被災3県を訪問して行った復興状況の視察をはじめ、全国各地をオンラインで訪問することにより、現地の方々のお話を伺い、交流することができたことは、私たちにとって意義深くありがたいことでした。例えば5月の 子どもの,の,の日にちなみ、熊本県の阿蘇山のふもとにある高森町と、鹿児島県の離島である三島村の学校を半日のうちに続けて訪問し、それぞれ特色のある地域の子どもたちと交流できたことや、第5回国連水と災害に関する特別会合に、 各国の研究者と一緒にオンラインで参加できたことは、オンラインでのオンラインの活用が感染症対策としての利点だけではなく、例えば複数の場所にいる人々に同時に会うことができたり、離島や中山間地域など、通常では訪問がなかなか容易にできない地域の 人々とも比較的容易にしかも臨場感を持って交流することができるという利点と可能性があることを改めて実感させてくれるものでしたさまざまな場所を実際に訪れ現地で多くの人々と直接お話をしたり 同じ体験を共有したりしながら、その土地、その土地の雰囲気を肌で感じるなど、実際の訪問でなければなし得ない部分はあるものの、感染が収束しない現状では、オンラインは国民の皆さんや、世界の人々と私たちを結ぶ上で、有効な手段と考えられます。 オンラインなりの課題もあるかもしれませんが、状況に応じた形で、引き続き活用することができればと思っています。また、感染収束後も、オンラインを活用することが適当な場合には、その活用も視野に入れていきたいと思います。新型コロナウイルス 感染症の影響により現在はさまざまな形の交流が難しくじかにあって人と人との絆を深めたりつながりを広げたりすることが容易ではない状況が続いておりますがそのような中にあっても皆がお互いのつながりを大切にしながら心に 希望の火を絶やさずに灯し続け、さらには国や地域の境界を越えて人々や社会がつながり、お互いを認め合い、支え合える年になってほしいと願っています。上上皇皇陛陛下下にににはは昨年年暮れれを迎えら后今年 0時を迎えられることを喜ばしく思います。昨年12月と今年の元日に久しぶりに両陛下に私たち二人、お会いし、2人揃ってお会いできたことを嬉しく思っております。また、日頃より私たちや愛子を温かくお見守りいただいておりますことをありがたく思っております。 両陛下には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にお心を痛められつつ、日々を送っておられることと拝察いたします。これからもお体を大切に、末永くお健やかにお過ごしいただきますよう、心よりお祈り申し上げます。子は、新型コロナウイルス感染症の 感染拡大による活動への制約などから体調を整えにくくなっている面はありますが、種々の工夫や努力を重ねながら幸いにして都内での式典やオンラインによる各地への訪問、新年ビデオメッセージなどに一緒に臨むことができました。養産については昨年 より多くの作業に取り組むことができ楽しみながら作業をしている様子を見て私も嬉しく思いましたまた皇居への移転に伴い生活環境が大きく変わる中で自分なりに公務と生活のリズムを整えようと懸命に努力していると思いますしかしながらいまだ 回復の途上で、体調には波があり、大きな行事の後には疲れがしばらく残る傾向にあります。これから,はこれからも無理をせずに、一つ、できることを一つ一つ着実に積み重ねていってほしいと思います。政子はまた 私の日々の活動を支えてくれる大切な存在であるとともに講師にわたり良き相談相手になってくれています私も今後ともできる限り力になり支えていきたいと思っております国民の皆さんにはこれまで温かく心を寄せていただいていることに改めて 感謝の気持ちをお伝えするとともに、引き続き政子の回復を温かく見守っていただければありがたく思います。愛子は昨年12月に成年を迎えました。成年にあたっての感想の発表や、成年の行事に臨むにあたり、緊張もあったと思いますが、 なんとか無事に諸行事を終えることができ私たちも安堵しましたまたいつの間にか二十歳という年齢を迎え大人の仲間入りをすることになったことを感慨深く思いました日頃から多くの人々に助けられ支えられているということに愛子が 感謝の気持ちを持っていることを親としても嬉しく思っています印象深い思い出については学校の水泳の授業で小さい頃にはビート板を使ってプールで短い距離を泳いでいた愛子が女子中等科時代静岡県の沼津の海で3キロメートルの遠泳が できるようになった時や中学の修学旅行で広島を訪れた際に強い衝撃を受け平和への思いを文章にまとめた時などに成長を感じ嬉しく思ったことを覚えています愛子は一昨年大学生になりましたが新型コロナウイルス感染症の影響により 授業にはオンラインでの出席が続いています。2年生になり、演習の授業での発表があったり、課題の提出などで忙しい毎日ですが、大学での勉学に一生懸命に取り組んでいます。私自身の大学生活を振り返ってみますと、気がつけば、 ももう40年くらいも前になりますが大学ではさまざまな人たちと顔を合わせて授業を受けたり放課後の部活動で一緒に参加したり見ず知らずの人と学生食堂で隣り合ったり新しい発見と経験の連続であったように思いますそういう意味でも愛子には 感染症が落ち着いていつの日かキャンパスに足を運べるようになると良いなとは思いますがたとえどのような環境にあっても実り多い学生生活を送る送ることができればと願っています愛子は家族との時間を大切にしてくれており愛子と三人でいると私たちの談談は 笑いの絶えない楽しいものになっています。昨年も述べました通り、愛子にはいろいろな方からたくさんのことを学び、さまざまな経験を積み重ねながら視野を広げ、自らの考えを深めていってほしいと願っています。また今後、成年皇族として、思いやりと感謝の気持ちを持ちながら、 一つ一つの務めを大切に果たしていってもらいたいと思います。その過程で私たちで相談に乗れることにはできる限りしていきたいと思います。眞子大親王は小さい時から名として成長を見守っておりましたし、青年に達してからは 昨年秋、結婚により皇室を離れるまでさまざまな公的な活動に真摯に取り組んでいたことを深くたといたします。結婚についてさまざまな意見があるなど結婚に至るまでの状況を踏まえ納斎の儀は秋篠宮家の判断でまた 朝見の儀などについては、私の判断で執り行わないこととなりました。今後、幸せな人生を歩んでいってほしいと思いますが、同時にこの間、多くの方に心配をおかけすることになったことを心苦しく思っております。昨年も述べた通り、 皇室の在り方や活動の基本は国民の幸せを常に願って国民と苦楽を共にすることだと思いますそして時代の移り変わりや社会の変化に応じて状況に対応した務めを果たしていくことが大切であると思います皇室を構成する一人一人が このような役割と真摯に向き合い国民の幸せを願いながら一つ一つの務めを果たし国民と交流の心の交流を重ねていく中で国民と皇室との信頼関係が築かれていくものと考えております同時に皇室に関する情報をきちんと伝えていくことも 大事なことと考えています週刊誌報道やインターネット上の書き込みについては人々が自分の意見や考えを自由に表現できる権利は憲法が保障する基本的人権として誰もが尊重すべきものですし人々が自由で 多様なな意見をを述べる社会くっていいこことととは大切なことと思います。その中にあって一般論になりますが他者に対して意見を表明する際には時にその人の心や立場を傷つけることもあるということを常に心に留めておく必要があると思います。 他者の置かれた状況にも想像力を働かせ、異なる立場にあったり、異なる考えを持つ人々にも配慮し、尊重し合える寛容な社会が築かれていくことを願っております。